皆さん、お待たせしました。ついに石田千穂がショールームを始めました。イエーイ。やばい、コメントがちっちゃい。ショールーム入れ直したけんさ、コメント大きいコメントのサイズにしとったんやけどちっちゃい。でも手持ちだったら全然見えるわ。あれしました。あ、テロップ消そう。何回ね、携帯を強制初期化しました。タワーが来てる。西尾さん、築城ありがとうございます。ありがとう西尾さん、ありがとう。そして鳴門さん、クマタワーありがとう。クマショールーム復活おめでとうありがとうございます。ウケるありがとう。ありがとうございます。大事になった。あ、初期化じゃないわ、再起動しました。マジでなんでじゃろ、全然思い当たる節がない。マジ打つの早いでしょ。よかった。配信できて。絶対これはね、あれだと思う。なんか理不尽な理不尽なあれできなさ、何が理由だったねとかじゃない気がする。なんかバグりましたって感じの気がする。悲しい。でもよかった、できて。早速ですけど、いつもと違うところ分かりますか？この問題難しいよね。皆さんどうも考えてみてください。前髪、涙袋、前髪、前髪、前髪、アイメイク、リップ、目、前髪、リップ、リップ、前髪、髪、前髪、目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 、半分正解。半分正解です。前髪を切りました。そして下の毛も切りました。イエーイ。そう、わかんないですよ。そう、
でもまあそう今日ねお仕事が想像というか予定よりちょっと早く終わったので、そうずっとね美容院行きたい美容院行きたいってめっちゃ思ってたんですよ。でもそのリハ期間だったりでずっと行けとらんくって、それで満を持して行きました。何センチ切ったでしょう。5、3、2、12、15、5、2、7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 、
正解おらん。正解は7センチでした。美容師さんに7センチ切ってくださいって言いました。すごい、7って珍しいですねって言われました。5とか10とかはよく言われるけど、7はあんまり言われたことがないですって言われました。確かに。なんか5だとあんまり違いが分かんないなと思ったし、まあこの長さだからね、そもそも違いは分かりにくいんですけど、でも10はちょっとな、多いなと思って7にしました。間を取って、とてもいい感じ。なんかサラピからね、長すぎるから切った方がいいって言われてたんですよ。それでまあ切りに行こうと思ってて、でもまあ自分的にはそこまで実感してなくって、長すぎるっていうのを、え別にいい感じじゃないって思ってたんですけど、グリアリの時にその本番の動画、配信の動画見とって、なんか長くない？なんか長くない？と思って、あと本番中も後ろ向いたる振り付けの時に画面に全体が映ってたらさ、自分の後ろ姿もその中に入ってるじゃん。それで見た時になんか長いな長いなと思って、そう長すぎると思って、自分が想像してたより、だからちょっと切りました。多分さ STU 入って過去一長かったんじゃないかな、昨日までが。多分多分過去一だったよね。でもさ自分でもさ全然そんな実感なかった。今私は過去一長いんだっていう感覚が本当になくって、だからね不思議でした。このね前に来た時にここがパツッとするようにするのをオーダーした。オーダー、ちょっと進化した石田さんです。髪切ってる時寝る人？寝たことないです。
髪切ってる時に、切ってもらえる時に寝たこと多分一回もないと思う。私はこの説を唱えたい。美容院で寝とって気づいたら思ったとよりも短くなっとったっていうことを言う人っているじゃないですか。てか普通に聞いたことあるんですよ。マネージャーさんが言ってるの聞いたことあって、でも私はそれを信じられない信じられない。でもコメント欄見てたら普通に寝る派がいっぱいいる寝る？だってさ、自分の髪ってすごい大事じゃないですか。髪の行方ってすごい今後に結構関わる。ここ1ヶ月ぐらいは関わるじゃないですか。だから万が一想像してたよりも違う感じになったらと思ったら嫌だから、そう寝ないですね。途中で言われるのは美容師さんも困る。いや、される前に、そうてか段階を踏んで切っていくじゃないですか。その段階でこれはちょっと違うと思ったらすぐちょっと待ってちょっと待ってというか、こんぐらいでいいかもですっていう。そう、私は一回すごい前髪が増えた時があって、その時が、それは撮影で前髪重い方が重い雰囲気がいいってなって、自分も承諾した上で前髪ここのね横毛を切って前髪を重くしたんですよ。そう、それはもう自分も承諾してたし、そう全然あれなんですけど、でもそれすごい後悔して、当分の間ねなんか小細工をして前髪軽くしてみたいないろいろしてたんですよ。だからね、いや結構まあもう何年も前ですよ。だから髪は重要だなとすごく思います。サラサラ。いや、わかる。美容院の帰りってねサラサラになるし、なんか美容院帰りって本当に独特の香りがありますよね。はい美容院帰りですみたいな感じ、本当に私美容院帰りですって感じの香りがする。めっちゃ今はちょっと薄れたけど、美容院出てすぐとかめっちゃ、あ、病院行ったんだっていうのを実感しました。
ねえ、アンピーの卒業公演、アンピーお疲れ様だ、本当に卒業おめでとうだ。ココちゃんとね、誰かといたい言ってたよね。メンバーみんなボロ泣きだったね。そう、なんかちょっと回ってきて動画が見たら、なんかすごいみんな号泣してて、本当に本当にみんなから愛されてるなって改めて思いました。そう、アンピーには本人にも伝えたんですけど、一番幸せになってほしいって言いました、アンピーに。なんていうの、みんなに、全人類に幸せになってほしいんですけど、特にアンピーには幸せになってほしい。なんていうの、今が幸せかどうかとかは全く関係なく、ただただアンピーにはそう、幸せな日々を送ってほしいっていう、なんかおばあちゃんみたいな願望があります。そう、角のねないものに囲まれて育ってほしい、育ってほしいというか過ごしてほしい。そう、まつげ長いの。そう、下まつげも長いの。なんとまつげ美容液は使ってないの。天才的なまつげ様、チョロロロロロロ、今日何食べた、好きな本、好きな本じゃないや、好きなものは勝手に本に狭めちゃった。遊びに行くならどこに行くの。私のまつげはでもよくメイクさんに褒めてもらえるんですよ。均等に生えてるし、綺麗に生えてるって。で、だからまつげは自慢の一つなんですけど、それプラスケイトの下地、ケイトの下地使ったら誰でもこうなります。そう、本当に本当に誰でもこうなるんで、ケイトの下地使ってください。絶対誰でもなります。ケイトの
マスカラ下地、白い四角っぽい、あれみんな使ってください。本当にずっとね使ってる。なんかちょこちょこね違うのを使ってみる時もあるんだけど、やっぱりあれしかって感じ。本当に本当に本当におすすめ。なんか私お化粧道具、ファンデーションとかリップとか一回買って使い切ったら同じの買いたくないんですよね。なんかいろいろ冒険してみたいし、なんかその買う時期によって流行ってるものとか変わるから同じの大体買わないんですけど、マスカラ下地とアイライン、あのキャンメイクのミルクタッチ、ミルクタッチじゃないや、なんかスーみたいなやつはもうずっとそれ使ってますね。めっちゃね良い。ミルクタッチはマスカラですね。ミルクタッチマスカラ使ってます。最近変えたコスメある、え、なんだろう、特にないかも。なんかあったっけ。今新しく買う下地を何買おうか悩んでか、コメントちっちゃくても読めるね、この距離だったら。こうなったら読めんわ。ここなら読める。ここはちょっと読みにくい。小さくしたのか、いや、なんか小さくなった、あのアプリ入れ直したけん。コンタクト取っとる。普通サイズだと何人分出るの？ 3,4 人出ます。あ、縦だったらもうちょっと出るかな、横だったら4人は出んか、横だったら 2,3 人、2はないか、 3? ぐらい。でも今はね、流れる、あ、止めよう、 1,2,3,4,5,6,7 7人ぐらい出てる。下地クレドポーマジいいよ。え、わかる。なんだかんだクレドポーが一番いい。私も2個前ぐらいにクレドポーを使ってて、天才的な下地様ってなった。本当にクレドポーにしよう、決めた今。そう、選ばれしなのに。そう、でもなんか結局あの上の方をどんだけコメントが流れてても上の方を大体見るので、体感。そう、天才的なリップ様ある。え、天才的なリップ様は、え、ラカ。
ファンデはヒンスのクッションファンデ、水色のやつ使ってます。あれは天才でした天才でした。手持ち疲れたキュンセットしよっかなと思ってきたけど、セットするのがめんどくさくもあります。ここにあるのにここにあるのに、なんか iPhone のさ、大きいバージョンにしてからさ、これにはめるのがね、握力がいるんですよね。握力はなるべく使いたくないんですよね。私手持ちの方がなんか光がね、いい感じなんですよ。握力ほんまに分からん。なんか中学校の時に測ったのが最後、あ、高校も高1の時測ったかな、測ったわ、でも覚えてないわ。なんかそういうさ、握力とか長座体前屈とかさ、三腹横跳びとかさ、学校で毎年絶対するやつさ、 STU 入ってやってないけん、やりたい、気になる。自信あるのは、長座体前屈かな。そう、良くも悪くも真ん中真ん中より上には絶対ならないし、真ん中より下にはまあ基本なる私はこうさ、真ん中、うん、下、真ん中、上ってあったらここになることは絶対ないんですよ。でもここのさらに真ん中、この辺になります。私はこの辺、下、真ん中だったらこの辺が多いです、大体。そう、真ん中と下の間。
でもそれはあくまでも学校での話なので、 STU の中で考えたら中の下はないと思う、絶対に中の中か中の上だと思います失礼昨日の写真でジャンプ力、そうジャンプ力あるんですよ私。なんか亀子さんのさあれよ写真見てて、暗闇の防波堤でめっちゃジャンプしてて、ジャンプしてらーってなりましたその瞬間の写真いっぱいあった、いっぱい保存しました。防波堤の上に立て僕叫んだ、チュ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 波の音よりも大きく、ね、火のやつすごいよね。え、暑かったし、マジであれ火事にならんのかなってめっちゃ思いました。なんかあそこで誰かがマッチというかライターフォンってやったらバーンって燃えそう、知らんけど燃えそうじゃないですか、これ大丈夫なんかなって思いました。なんか理科とかそういうことわかんないから、わかんないけど、あとさあれのさ誰かがさ火が出る瞬間をめがけてさうちをさヒュッて投げたらさ火事起きますよね、あれ。皆さんうちわは投げちゃいけませんよ。できんだからの話じゃない本当に外社会にできんになっちゃいますよね、そしたら。ST がグリアで使えなくなる、そこの話ね、まいちゃんとしたんですよ炎の危険性について。でまいちゃんがそしたらグリアで使えなくなりますねって言ってた。もうグリアでどころかどこの会場も使わせてくれなくなりそう。
だからそしたら作ろうねって話しましたそう、私のこと口で決めてくの。でも今何がある？私。劇場じゃないよ。STU アリーナを作るんだよ。私とまいちゃんが話してた。花道作ってる。分かった。じゃああと何作ってほしい？ST アリーナができたらご飯屋さん何が入ってほしい？私はサーティワンは入れようと思います。絶対にアイスが好きだから。なんかさ、戦場劇場あった頃さ、アイス食べ放題っていうかさ、行ったらくれよったけんさ、そう最高だった。そうね、マックも。え、皆さん聞いてください。知ってました？広島に本通りにマック2号店がオープンしたんですよ。2号店ではないかもなんて言ったらいいの。でも本通りに2個目のマックができたんですよ。びっくりした。私今日見てえと思って、ん？と思って、え？と思って、H&M をまっすぐに行ったところ。え、あれさ、え、いつできたの？いつできたの？え、それってすごいの？え、だってわかんないけど、私が物心ついた頃からずっと1個しかなかったのマック。でも2個できた今月。じゃあマジで最近じゃん。今月ってまだ始まったばっかりだから。びっくりしました。本通りはね、マック1個、何回ね、バーガーキング1個、ロッテリア1個、モスバーガーはね、本通りにはね、え、ないかな。近辺にはあると思うけど、多分。え、近辺にある、八丁堀の方にある、うん、ケンタッキーあるよ。でもケンタッキーは本通りのちょい横みたいな感じ、うん、シェイクシャックない。
あのさ、シェイクシャックさ、なんかモスよりちょっと高いぐらいの感覚で行ったらさ、なんかめっちゃ高くてびっくりした。なんか 2,3,000 円ぐらいした気がするんやけど。びっくりした。そう、ドリンク頼んでポテト頼んだっしょ。ドリンク頼んでポテト頼んだよ。私ポテトにはチーズソースを追加したよ。フレッシュネスが一番甘い。フレッシュネス行ったことない。広島にない。東京でなんか見たことあるけど行ったことない。バーガーキングは一回ウーバーして食べました。美味しかった。ノッテリアはあれが好き、シャカシャカ、ポテト。マックのサムライが好き。あれサムライね、食べたことないの。人間じゃないよね、うん、サムライバーガーみたいなやつ。あれはめっちゃ美味しいみたいないっぱい聞くから食べたいっていう気持ちはずっとありつつも、そうダブルチーズバーガーが好きなの。でも最近超久しぶりにチキン、テリヤキチキンフィレを食べました。美味しかったです。そう、そう、照り焼き大好き。なんか照り焼きバーガーって日本にしかないらしいですよ。それを知って照り焼きが食べたくなって、照り焼きチキンフィレを食べました。そう、ナゲットのソースはマスタード一択です。ナゲット派とは絶対にシェアできません。なんかさ、タケノコの里とキノコの森論争がずっとあるじゃないですか。それと同じぐらいの派閥があると思ってる。え、何？待って、キノコの森じゃないっけ？待って、本当にごめんなさい。キノコの山。待って、殺される。キノコ派に。ごめんなさい。根っからの竹本じゃない。竹の子、花もんで。ごめんなさい。本当にごめんなさい。でもどっちも大好きですよ。でもタケノコ派です。そう、その派閥ぐらいバーベキューとマスタードもあれだと思う、争ってると思う。
ポッキーとプリッツは、え、ポッキーとプリッツはさ、なんか食べたいと思うタイミングが違くないですか。ポッキーとトッポだったらわかるけど、ポッキーは甘くてさ、プリッツはしょっぱいやん。やけんポッキーとプリッツはそう、あの別問題。ポッキーとプリッツはあの同時に食べる、なんなら交互に。え、広島にあるの？フレッシュネスバーガー、広島駅の北にあるらしい。いつか行きます。そうね、多分広島では行かないわ正直。でも関東遠征行った時に多分食べると思う、近くホテルの近くにあったら。そう、トゥルルトゥトゥ、広島県の北ってどっち？広島県の北ってどっち？あ、新幹線の方？え、あっちにあるの？え、新幹線の方にあるん？へえ。あ、広テレの横？あー、わかりました。へえ。なあ、飲み切った。へえ、あっちにあるんや。いや、でもありそう、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 めっちゃ納得 いきました。あります。さっきまで広島にないよって言ってたけどありますって言って、うん、よし、ちょっと持っとくかな、こうやってつけて持っとくかな。スマホ持つより楽やわ。お、いいやん。いいやん、これでいいのだ、これでいいのだ。ポンポンバカポンバカポンポン、これでオッケー、バカポンポン。
なぜ急にバカボン、これでいいのだって思ったからこれでいいのだって思ったから、私さ世代じゃないけどさ、あれよ、あれありましたよね、割と私が物心ついてた、ついて結構経った頃に、なんか実写みたいな、バカボンのパパなのだみたいなありましたよね。え、上田さんね、あったよね。え、あのアニメとカエルが喋るアニメって一緒ですか？え、違う？でもさ、カエルが喋るアニメもさ、上田さんがやってますよね、実写版。これでいいのだ。ねえ、持つのめんどくさいこれちょっと握力外したらすぐフラフラする、持つのめんどくさいです。これ誰か持ってくださることは可能？可能じゃない、不可能ということで置きましょうかね。うわ、楽、楽だわ、楽だわ、とっても。これね、後ろにやってたの、ま、あのクッションみたいな感じで、これこの前お話し会の時に持ってった。これプレゼントでいただいたヨギボーのやつ、これでいいのだ。これで、うわ、めっちゃ楽、これ肩にさ、ここ置いてさ、こうやって揺れかかったらめっちゃ楽。バンバンバカボン、うわ、コメントが一個も見えないです。やばい、私のいつもの新幹線スタイルなんだけど、これでも最近これね、荷物になるけど持ってかんこと増えたけど、ゲーム実況してそう、確かに。いけいけ、出せ出せ出せ、バン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 、おお、行きたい、頑張れ頑張れ頑張れ、バン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 、わあ、ワンキル、うん、ワンキルって合ってる
ゲーム七並べとポケモンしかせん。ポケモン GO。 そう、そのさ流行ってるスイカゲームさ、私よく分からずさランキング1位と2位になった時にそれ両方入れて両方やったんですよ。そしたらなんかスイカになった瞬間とかに広告が入って、でそしたら、ま、もう強制終了されて、あなたのあの数値はこれですよって言われて、え？なんで？ってなるじゃないですか。あれさ偽物？だってさね、スマホにあるやつは全部偽物なんですよ。私さどういうことと思って調べたんですよ。だって1位もやって2位もやったのにこうなるってどういうことと思って調べたら、なんかスマホにあるやつは全部偽物で、なんかスイッチにあるらしい。なんで偽物がさそんなさ堂々とランキングに乗ってさのなんで？そうか、みんな騙されたからかさ。でもあれなんか良かったと思いました。偽物じゃなかったら私ハマるやつです。あれめっちゃやってました今頃夜な夜な。コメントちっちゃくない？コメントちっちゃいねやっぱり。やばい、このメガネにさこのこれスタイルがすごい楽だけどさ、なんかこんなアイドルは嫌だって感じじゃない？しかもさ、なんかさ、メガネ傾いてるよね。ずっと直そうとしてもさ、メガネ傾くんだけど。でもこれからさ、買ったばっかりですしさ、大切に使ってるけどさ、あ、ずれてるわ。ガチか。握力で直します。こういう時にね、握力使うのはね、苦じゃないです。あ、治りました。割とまっすぐ当たるんやわ首のやつに。あ、でもまっすぐになりました。グッド。ケースのなるべく使ってるよ。でもケースどこ行ったんだろう。でもなるべく使ってます。結構みんなが思ってる想像以上にちゃんと扱ってます。だからメガネかけてどっか行くことが減りました。基本コンタクトで家でメガネって感じ。でもさメガネケースない。まああると思うわ。
か眠くなってきた。みんな3連休だった？まあ割と世の中って3連休じゃない人も多いですよね。私さ、ここ最近さ、自分でもすごいじゃんって思うぐらいさ、結構ハードなスケジュールだったの。でも明日久々に休み、めっちゃ嬉しい。明日は死んだように寝ます。私のことは探さないでくださいマジで嬉しい。あのアラームをかけずに寝れる幸せ。別に仕事が嫌とかじゃないんですよ。ただ爆睡して仕事に向かいたい毎日。でも睡眠時間が削れると悲しい。そう、ね、確かに説得力ある。これ睡眠は本当に大事。睡眠を怠るべからず。本当に私が言うことじゃないけど、私がさメールでさ、なんか4時間睡眠ぐらいでリハ行ったみたいな書いた日あったじゃないですか。今日は絶対に、昨日は4時間睡眠でリハに行ってしまったから、今日は絶対にいっぱい寝てリハに向かうっていうメールを送ったんですけど、その次の日3時間睡眠で行ったんですよ。別に寝ようと思ったら寝れたのに、バカ。敗因はお風呂に長風呂したこと、そしてなんか寝れなくて携帯いじってたこと。そう、うん、私の携帯から TikTok のアプリを消したら絶対に時間が2時間は長くなる体感。でも TikTok 消したらやることないので絶対消さないんですけどそう、ポスト見て何があったの？なんかいろいろありました本当にいろいろあったけど結果オーライって感じで今配信してます。お騒がせしました。
あれ、あのツイート配信終わったら消します。そう、そう、ツイ消しはね、お前なんですけどね、お前でね、お前ないとやってらんないよってことで消します。そうよ、みんなさ、現実社会でさ頑張って生きてるんだからさ、ツイッターぐらいね甘えていいんですよ。うん、そうだ、 X だ。なんかさ、 X ってさ言えるようになってきたと思ったらさ、またすぐ Twitter に戻る。え、もう Twitter に戻してほしい。転がっていった。こうやって見たらちょっと分かりやすいんじゃない、長さがちょっと短くなったこと。これでも全然長いけどね。なんかメガネかけた瞬間にさ一気にすっぴん感出るしさ、メガネ外した瞬間に一気にオンメイクしてるねってなら、カットしてもペーストしたらよかったよ。え、違うよ、コピーもせずカットしてしまったんよ。私なんかできんかったよ。あのトラップに引っかかる人いるんじゃない、結構。みんな気をつけてくれよ。すごい、今さ充電 20% っていうさマークが出たんやけどさ、止まらんわ。15携帯15にしたんやけどさ、今まではあの充電が 20% になりました、少なくなったよみたいなのが来た時毎回配信止まりよったんやけど、そうそうそう、黒いところににゃんって出てくる。ナイス進化。充電しよう。Cタイプ。なんか熱くなってきたんじゃけど。
今ここ何度なんだろう。でも結構本当に暑いと思う。だって今このモコモコパジャマ上下着とるし、今ベッドの上にいるんですけど、ベッドもモコモコの冬の生地にしてるし、冬なんですよね。てか今日暑かったよね。そういえば今日暑いですねっていっぱい話したもん、スタッフさんと。誰かに会うたびに今日暑くないですかって話した。ね、それで今日は寝られるん。うん、あの布団かけん。まあ多分かける。うん、すごい。この距離だと何もコメントが見えない。こうやったら見える。あ、見えん。かわいいっていうコメントが見えました。ジホンヌか、ジホンヌかわいい。お、嬉しい。シャイ、あ、渋いだった。かわいい。本当にあった、あったから。あったよ、いっぱいあったよ。眠い。でも明日はアラームをかけず一生寝れる。うん、嬉しい。嬉しい。本当に嬉しい。今眠いけど、なんだかんだ私は2時3時ぐらいまで起きるんですよ。どうせ明日休みだしとか思ったら、休みじゃなくても起きてるんですけど、だから明日は昼過ぎまで寝ます。幸せ。嬉しい。顔面が強い。お顔が優秀だよ。なんかで見たんですよ。なんか褒められれば褒められるほどいいみたいな。なんかひどい言葉をかけ続けた、なんか忘れたけど、なんかと綺麗な言葉だけをかけ続けたなんかとでは、ひどい言葉の方だけかびてるみたいなのがなんか見たことある。からちょっと今から私に素敵な言葉だけコメント欄で埋めてください。そう、テンションが上がる言葉お願いします。
これあと30分ぐらいやってもらおうかな。皆さんありがとうございました。じゃあ褒められて気分もいいところで眠いので終わろうと思います。20位ヌルディンさん、19位シロケンさん、18位フークロさん、17位モヤタロウさん、16位オンタさん、15位ミックさん、14位キョンシーさん、13位ユリアピースさん、12位おいでまさ元気さん、11位アポロンさん、10位ととみちさん、9位アクタさん、8位ガンスくんさん、7位タカボンさん、ラッキーセブン、6位レアルさん、5位グリオティーヌさん、4位ウォピさん、3位ヨウイチさん、スリスリー、2位ナルドさん、ツーツー、クマタワーもありがとうございます。そしてそして第1位はピュルーシュン西尾さん、イエーイ、築城もありがとうございました。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。すいません、褒め忘れました。また直接いっぱい褒めてください。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ということで皆さん今日はありがとうございました。配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ皆さん明日からね、月曜日でお仕事とか始まる人多いと思いますけど、頑張ってください。私は休みですけど、まあ私は休みなんですけどね。マウント取ってしまった。そう、それではおやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバイ。バイバイ。